はい、どうも、哲学棟です。今回もディアブロイモータルやりながら、雑談していこうかなと思います。そうですね。まあ、今週はディアブロ4のね、先行ベータの方も始まるということで、まあ、私もね、事前ダウンロードとかいろいろと準備の方はね、進めてるんですけども、まあね、楽しみですね。今回私は PC 版とプレステ版、両方購入して、万全の体制を整えているという感じなんですけど、まあそうですね、来月は、パソコンの方とね、プレステ5の方を両方揃えてしまうかなと思ってますので、まあそこら辺もね、まあこのチャンネルで今まで、まあ、収益としていただいている部分を全部投入して、やっていこうかなって感じですね。今回あれなのかな、はい、秘密の隠れ家か。で、まあそうですね、4を発売、私今6月6日が誕生日なんですけど、この6月6日でまあ40歳になるというところで、最初のね、初代ディアブロ始めた時中学2年生だったんで、まあ、もう26年経ってんだというところでね、むちゃくちゃ感慨深いところがあるんですけど、まあちょっとね、そこら辺の部分あんまり解雇中にならないように今日お話ししていけたらいいかなと思うんですけど、そうですね、ディアブロを、まあ初代ディアブロをそもそもなんで知ったかっていうと、まあまあ中学入学と同時に、まあ親に何か新しいこと一つやっていいよって言われてて、で、まあ、当時結構さ、電子工作とか、そういうのにも、ハマってた時期だったんで、まあ、そっち系のね、ものを何か、買ってもらうとかね。それもいいかなと思ったんですけど、やっぱりコンピューターが、自分用のコンピューターが欲しいということで、まあ、中学、まあ、私なんかね、結局、あれなんですよね。受験人生なんですよね。まあ、結局いろんな学校、まあありとあらゆると言っちゃ変だけど、小学校入試に始まり、中学入試、まあで、中学入ってからはいわゆる6年一貫校という感じだったんで、受験がなくなる生活になるんですけど、しばらく。で、まあ中学入った時に、まあ、志望校を受かったらなんかやってあげるよっていうことで、まあ、親からね、買ってもらったのが、まあ、Windows 95だったかな。3.1 か 9.95 の、パソコンで。で、まあ、いろいろとね、パソコンでできることとか、いろいろ、まあ、雑誌とかね、買いながら最初は、いろんなことを試してたわけですね。で、その中の、まあ、雑誌の中に書いてあったのが、まあ、ディアブロっていう、まあ、海外のね、海外から輸入してきたゲームがむちゃくちゃ面白いよっていうね、記事が、連載されてた時期があって、まあ、それを読んでね、なんかね、近所のソフマップにとりあえずディアブロを買いに走ったっていうところがありますね。まあ、なんだろうな、当時も置いてる店置いてない店あったけど、まあ、そんなに本数はないけど、PC ゲームコーナーの片隅に1本2本は置いてあるっていうような状況で、で、まあ、局所的にというかさ、日本の中でもプレイヤーがポツポツといるような感じで、まあ結構ね、私よりちょっと上の年代の方々とかの話聞くと、ディアブロやってたっていう方とか、意外と多くいらっしゃって、私の YouTube の師匠筋に当たる人たちとかもさ、結構、昔、パソコン通信の時代、まあまさにその、あれなんですよね、夜の、8時以降が、8時以降から夜間の時間帯がさ、まあ、電話料金がさ、定額になるっていう時間帯で、まあそのテレ放題のサービスを使って、まあインターネットだったりとか、まあネットゲーに入っていった人って結構多かったんですけど、まあそれを利用して、まあマルチができるというところもありますので、まあパソコン好きの友達というのかな、同じ中学のさ、同級生に、なんかディアブロむちゃくちゃ面白いから買ってみって、
なんかまあそそのかして一緒にまあプレイし始めたというところがあって、なんかね、そうそう、まあ、当時は回線も安定してなくて、でなおかつそのインターネットというよりは、電話回線越しにやるような、サービスだったんですけど、一応バトルネットというね、今のサービスも初代の時から、もう実装されてて、でまあそれを使って、あれ、みんなで遊んでたっていう感じでしたね。よいしょ。なので初代はね、結構、うん、まあ思い出深いというか、遊んだ時間も長かったし、なんていうのかな、他のゲームにはない、まあおどろおどろしさっていうのかな、もうあったんですよね。まあ当時なんかそんな攻略サイトとかそんなのもないので、まあ各フロアで起きてくるイベントとかそういうのも含めてこう手探りでやって、でなおかつまあ全部英語という状況でしたので、その中で、まあいろんなことを試しながら覚えていくっていうさ、ところも楽しかったんで、まあハマってたんですけど、結構ね、まあ初代はまあ現在も結構言われてますけど、まあ、おどろおどろしい雰囲気っていうか、まあ、とにかくね、ダンジョンがまあ、ランダム生成で毎回作る、入るたびに変わるっていうところがまあ、魅力的だったんですけど、まあ、薄暗くて、うん、脇に何がいるかわかんないっていうかさ、結構モンスターも強めで、なんていうのかな、ちゃんとこちら側のね、なんていうのかな、立ち位置とか、を考えないと、殺されちゃったりとかすることも普通にあって、で殺されるとね、基本的には、まあマルチだとね、その場に死体残すんだけど、そうでない限りは、セーブからやり直しみたいな感じだったんで、まあ、そこら辺のね、鬼畜具合も含めて、面白かったのかなって感じですね。はいはい、ちょっと早めにあっちに入っておきましょうかね。モンタルの、でディアブロー1の方は結構そう、おどろおどろしい、まあ、Windows のね、パソコンで動く RPG という感じで、うん、で、あんまりトレハン要素とかはね、まあさすがに初代っていうことで、まあそれほどなかったとはいえ、いろんなね、レアアイテム、があったんで、それをね、掘るために日夜、まあダンジョンに潜るっていうようなことをやってたような感じでしたね。で、まあ初代はひたすらこう、まあ、暗い地下ダンジョンを、最下層を目指して進んでいくっていうようなね、作品だったんですけど、まあそのうち、まあディアブロ2が出るぞという情報が、まあ出てきて、まあ大体その間に7年ぐらいも経ってて、私がもう大学生になってから、ディアブロ2が出てきて、まあその頃はまあ少しパソコンの方もね、まあ2代目のパソコンに変わってて、まあ、スペック的には余裕があったんですけど、そう、初代はね、なんかメモリ8メガとかのね、パソコンで普通に動いてたんで、それを考えるとね、まあ今のディアブロ4とかさ、まあ、最低スペック8ギガバイト、メモリ8ギガバイト、推奨16ギガバイトとかなんで、むちゃくちゃね、スペック上がってるなっていう感じがするんだけど。まあ、ディアブロ2はとにかく、ディアブロ1のね、まあ、ひたすら屋内ダンジョンであるっていうところを、払拭すべく、まあ、いろんなね、
屋外のマップが追加されていくっていうところが、まあ、一つの魅力で、まあ、ここのダンジョンっていうのかな、はありはするものの、基本的には、屋外のマップがたくさん採用されているというところが特徴で、まあ、特に、まあ、あんまり人気はないのかもしれないんですけど、アクト3の、あたりのね、ジャングルとかは、まあ、最初実装された時はかなりね、興奮してみんなやってたような、ダンジョンだったんですけど、まあ、今だとね、結構めんどくさいなっていうイメージあると思うんですけど、まあ、とにかくね、まあ、フィールドマップが大きくなったのと、その中に点在する、まあ、様々なミニ、ダンジョンですね、を攻略していく楽しさっていうのがあったんで、まあ、ディアブロ2はね、また、ハマりにハマったんですけど、まあ結構ね、そう、今見るとそんなすごいさ、なんかグラフィックじゃないとは思うんですけど、やっぱ当時はすごくね、まあ最先端というさ感じがあったんで、まあディアブロ2はやっぱり長かったですね。まあディアブロ3が出る直前ぐらいまで遊んでた記憶あるんで、まあ、とにかくね、トレハンが面白いゲームで、まあ、途中で出たね、拡張パックでルーンワードっていう、まあ、今、皆さんがリザレクテッドで遊んでる、ルーンワードの要素が追加されて、まあ、当初はやっぱりレアな、なんていうのかな、ユニーク装備を揃えるっていうところが、目標だったんだけど、まあ、それだけだと、まあ、ボロボロと落ちる白装備とかそういうもののね、意義が失われちゃうんで、なので、まあ途中から、そこにソケットを開けて、特定の組み合わせでね、ルーンをね、はめ込むことで、火力が上げられるっていう、仕組みを作ったことで、まあまたね、面白くなったというところがあって、まあやっぱり堀を中心にしたゲームとしてディアブロをシーズンは発展してきたわけなんですけど、まあで満を持して出たのが、まあ、ディアブロ3ということになるんですけど、まあ、ディアブロ3も結構最初の頃、まあ、挑戦的なことをやっていて、まあ、当時ね、まあ、結構そのユーザー間で、リアルマネーでね、アイテムを取引するリアルマネートレードっていうのが、まあ、いろんな意味で問題になったりとか、あとね、詐欺も多かったんですよね。まあ、お金払ったのに、アイテムもらえないとかね。当時はなんていうのかな。リアルマネートレード絡みで言うと、その行為自体が良くない。例えばそのお金を払ってプレイを加速させることが良くないっていうよりは、お金を払ったのに、アイテムがもらえないとか、まあ、そういう事件も多発してたんで、そこの方が問題だったんですよね。なので、まあ、だったら、胴元がしっかりと、なんだこれ。あ、はい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 。獲得、統治の紋章。はいはい。あ、木曜確定か。はいはい。まあ、ちょっと海王の儀式の方もね、行けたら行きたいかなって感じですね。はいはい。で、デイリー報酬と。で、破砕された次元がまた来てるみたいですね。これもちょっとやっていこうかなって感じですね。はいはい。結構今週はやることたくさんあって大変ですけど。
しっかりやっていきましょう。お、ブロンズ3になってるじゃん。貢献する。デイリー目標もあるのか。名誉の壁を調べる。イモータルの像を調べる。チャレンジリフトを達成するですね。結構ねアクティビティの方もしっかりやっていこうかなって感じですね。で、これは、あ、で多分コスメが使えんだよね。違うのかな。なんかイモータルのランクが上がっていくと使える紋章画みたいのがあるみたいな話聞いたんだけどね。それはまだついてないのかな。はい、な感じですね。で、秘密の隠れ家。まあで、ディアブロ3なんですけど、まあまあ結構ね、その当初、まあ、オークションハウスとかは、うん。なんか今の人から見るとちょっと解釈が違うとこあると思うんだけど、まあ、不正防止のためにあくまでもね、運営が、の元になって、やるっていう仕組みにしてたんで、まあ、良かったんですけど、やっぱりその、その中でもやっぱりね、なんていうのかな。特に問題になってきたのが、あれなんですよね。やっぱり、その、アイテムの価格がどんどん、その、低下してっちゃうみたいなことが起きちゃってて、まあ、そこがすごい問題になったというかさ、ところがあったんですよね。なので、まあ、途中でオークションハウス自体もね、廃止になってしまったんですけど、まあ、なんだろうな。まあ、リアルマネーでトレードもできるし、あと、ゲーム内通貨の方ではね、アイテムの売買とかできるようになってたんで、まあ、そういう点ではね、まあ、結構画期的な試みだったという感じでしたね。うん。まあ、当初結構ね、ディアブロ3も、今のような戦闘ゲームではなくて、ディアブロ2に近いようなドロップ中心のゲームとして、作られてたので、まあ、そこら辺で結構いろんなね調整をしてたっていう感じですかね。で、特に最初の頃は、まあ、今名残として残ってる、まあ、悪夢の遺産とかね、ああいうレジェンダリーをつけた部位の数だけ火力が上がるみたいなアイテムとかもあったんで、なのでとにかくレジェンダリーの価値がまあ高くて、でそれを集めるために毎日、みんな、掘りに行ってるっていうような状態で、まあ、当初はすごくねボリューム不足っていう批判が強くて、まあ今リザレクテッドを買われた方とかまあわかると思うんですけど、
まあ、かなりね最初の状態から、まあ、ボリューム的にも安定して、まあ、最後までプレイできるという状態なんですけど、まあ、ディアブロ3出た当初やっぱりフルプライス、まあ、1万円近い価格を取った上で、まあその時のこう、まあ、時代的な状況もあって、なんていうのかな、基本的にはこうライト路線というのかな、あんまり難易度を上げずに、プレイできるっていうような状態にしてしまってたので、なのでなんていうのかな、なおさらやっぱり、今まで2をハードにやり込んできたプレイヤーからすると、なんかこんな1週間でね、クリアできちゃうようなゲーム、ちょっとね詐欺みたいだみたいな感じでね批判もすごかったんですけど、まあ結構ね毎週のようにメンテナンスをやって、まあいろんな要素を追加したりとか、あとまあレベルがカンストした後のねパラゴンレベルっていうシステムも実装したりとかして、だん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 とねいいバランスにしていったんですけども、なんかすごいですね、最近乾燥してるのか、すごい喉がやられちゃうんですけど、なので結構ねディアブロー3はね、まあ、初期の頃はまあそのライトユーザー路線っていうのかな、まあ、ゲーム環境が変化して、まあ、とにかくいろんなことをちゃんと説明されてなきゃいけなかったりとか、あとマップにマーカーをつけて、まあ、誘導したりとかね、まあ、次の目的地とかがまあ示されてないことって昔のゲームではありありだったんですけど、まあ、もうそういう時代環境でもないと、まあ、そもそも ゲームのプレイ層もね、まあ、広がったと同時にやっぱりもっと、手厚くサポートしてくれるようなゲームじゃないと、なかなか流行らないっていう時代に入ってたので、まあ、そういったライトユーザー路線っていうのかなを、一つ明確にして、でそのうちその上で、まあ、そのあんまりね、初見の人がつまらな、まあ、なんか難易度が高すぎて詰んでしまわないようなね、形の難易度設計っていうことで作られたゲームだったんで、まあなんだろうな、何でも何でもディアブロ2をやり込んできたプレイヤーにとってはなんかあまりにも簡単すぎちゃって、ちょっとね、物足りなさを感じてたと。でまあやっぱり結局そこのところをうまく調整するために、まあ今のディアブロ3ってかなりね、まあ細かなね難易度設定というのを選べるようになってて、まずネファリムリフト自体も、トーメント1からトーメント16まで選べるようになってて、でさらにそれに、追加する、最終コンテンツとしてグレーターリフトというね、全150階層のね、ダンジョンを追加したことで、まあ結構、面白くなっていくんですけど、まあグレーターリフトもねだん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 段階を追って増えていって、まあ最初のうちは40とかね、まあ最高階層、グレーターリフト40とかさ、そんな感じで、実装されてて、今だとねパラゴンレベル1000とかってそんなにね、大変な次元じゃないと思うんですけど、まあ一番最初の頃のレベル上げの手段もなくて、で今のような強力なセットアイテムも存在してなかったこのディアブロ3っていうのは、まあとにかくレベル上げ大変だったんで、まあその時代にパラゴン1000って、まあ今の、なんか今のゲームで、パラゴンレベル5000とか6000とか行くぐらいのね努力が必要な次元だったんで、なのでまあなんかネットの記事なとかになってましたね、初めてパラゴンレベル1000に到達した人の、インタビューとかさ、そういうのもあったりとかして、まあなので結構ねディアブロー3もね、まあ紆余曲折を経て今の形になってるってことですかね。まあやっぱり途中のシーズンで、各クラス専用のセットアイテムっていうのを追加していって、やっぱ各クラスごとにね、まあ独特の戦い方っていうものを洗練化させていった。でまあなおかつそのセット装備の、まあ効果自体も、まあ最初結構簡単な6セット集めるとこんなステータスがつくよみたいな、
ステータス強化っていう意味合いの強いセットが多かったんですけども、まあ例えばあれかな、ブラックソン教とかね、あれはまあちょっとクラス専用というよりは汎用だけども、まあ単純なセットが多かったんですけど、まあそこら辺もね、アップデート繰り返すごとにだん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 と、まあ特定のテーマを持った、なんていうのかな、戦い方をすると火力が出るみたいな、今の形に近いものになっていって、で、もうそのセットもね、なんていうのかな、まあ今では各色6セットぐらい、まあ実装されているという状態になって、まあなんだろうな、かなり遊びやすくなっていったかなと、とこありますね。まあ特になんだろうな、拡張の歴史としては、まあ途中で、まあ、ディアブロ3が出て、まあ3年ぐらい経ってからかな、今のね、第5章にあたるリペアオブソウルがね、実装されたりとか、あと、で、さらにその2年後ぐらいに、ネクロマンサーを含んだね、ライズオブネクロマンサーという第2弾 DLC が出て、今の形になってるので、まあ、クルセーネクロとかは後から追加されたキャラクターなので、おそらくディアブロ4もね、今、クルセがないとか、あと、なんだ、ちょっとウィッチドクターないなとかさ、いう意見もあるんですけど、おそらくなんですけど、そこら辺もね、今後の DLC 展開も含めて考えてると思うので、まあ、だいたい5年ぐらいのプランで、まあ、完成形に持っていくという考え方なんじゃないかなとは思ってますので、だから意外とディアブロシリーズってね、まあ、2も、拡張版出てますし、3も拡張版出すという形で進んでるので、実は、その、なんていうか、むちゃくちゃ相手新作が出てるというよりは、DLC がある種の新作的なね、意味合いで追加されたりっていうところが多いので、まあ意外と更新はちょくちょくされてきてるゲームなのかなというところがありますね。なので、で、最近に至って2年前に、2年前か、1年前に、ディアブロ2リザレクテッド、そして、10ヶ月前にイモータルというような形で、まあ、ゲームの方も、なんだろうな、追加されてきた歴史があるので、そこもね、やっぱりすごくね、まあ、このチャンネルにとっても、まあ、ディアブロ3以外の作品を取り上げる機会にもなったんで、良かったんですけども、まあ、やっぱりディアブロ2リザレクテッド、まあ、久しぶりに2をやるっていうところでね、システム面では全くね、昔遊んでた2と変わりはないんだけども、まあ、グラフィックは綺麗になって、で、なおかつね、保管庫の方も、まあ、今でもね、少ないなって感じる方多いと思うんですけど、かつてはその、キャラクターにつき、一つというようなね、形のシステムだったのに対して、なので、やっぱり結局、保管場所がなくてね、保管専用キャラクターとかを大量に作るっていう人が多かったんで、まあそれだと本末転倒だろうっていうことで共用保管庫3枚追加してくれたんですけど、あそこはな、20ページぐらい欲しかったなっていうところはありますね。うん、正直、うん。まあでも3ページでも、ないよりはいいし、しかも1枚ごとの、インベントリの量もね、かなり増えてるので、まあそこもね、まあ見逃せないところかなと思いますが、まあね。で、まあ、その後出てきたイモータルに関しては、まあ、うちのチャンネルでもね、いろいろと、いろんな皆さんの感想を、伺ってますけど、まあ、結構好意的に受け止めてくれてる、方が多いのかなという気はしないではないですけど、まあ、なんだろう。うちのチャンネル基本的には、まあ、各作品の、ファンが、集めればいいかなぐらいの感じでいつも動画を投稿してるので、なので特にどの作品を贔屓したりとか、どれが正当なディアブロじゃみたいな論争にも加わらないというスタイルでやってきてるのは、まあ、私自身が各作品やっぱりどれも魅力があるので、なんだろうな、あんまり差をつけてないというか、その作品その作品のまあ面白いところを楽しんでいけばいいかなっていうスタイルでやってきたんで、まあそもそもなんかあれなんですよね、
まあ本音を話すと、まあこの間ちょっと配信でもちょっと言ってたんですけど、まあディアブロをやってるというだけで私は幸せなんで、なので、特に、何かをやってるっていうことはもちろん楽しいんだけど、まあそれ以上にディアブロに触れてるこの時間が大事なんで、あんまりどの作品だからっていうのがないのかもしれないですね、こだわりが。まあ当然ながら、これをやりたいとかさ、そういう、今日の目標みたいなのはあるんだけど、そうは言っても、まあ、ちょっとずつちょっとずつ進めていくゲームであることに変わりはないので。まあ、ゆるく長くやってるという感じではありますね。そう。結構ね、ディアブロ4もね、やっと出るということで。まあ、もう26年も経ってたんだなと思うと、まあ、感慨深い部分もあるんですけど、まあやっぱりこのチャンネルをやりながらディアブロ4の、発売に立ち会えるっていうのはすごく嬉しいですね。まあ正直ね、このチャンネルも最初は雑談中心の、まあメインチャンネルのサブというような形で始めてたので、まあその中で独自のコンテンツを扱っていこうとか、そういう計画はなくて、どっちかっていうとメインチャンネルの、まあ、学習系のチャンネルで話せないような、軽い内容の話を、雑談するような動画を上げていくサブチャンとしてやっていこうと思ってたんですけど、なんか途中でそうですね、自分の好きだったゲームみたいな、私がまあドハマりしてるゲームの実況してみようということで、それでディアブロを取り上げたら意外とその反響が良くて、というか意外なほどディアブロのプレイヤーがまだ生き残ってたというかさ、まあ今シーズン28もね、ありがたいことにこれだけの方は見ていただいてますけど、まあ正直ね、潜在的にそれほどのユーザーがいるゲームだと思ってなかったんですよね。まあ確かにやってる人もいるけど、まあポツポツとやってるぐらいのもんなのかなと思ってたんで、そんなにディアブロ3というゲームがね、日本の中で認知されてると思ってなかったので、まあそこでやっぱり、多くのさ、ディアブロ好きの方々と知り合えたっていうのは、まあ大きな収穫だったし、まあその励みもあって頑張れたっていうかさ、よりディアブロにハマってったっていうところもあるので、まあ本当にありがたい話だなと思うんですけど、まあそうですね、特に、結構ね、私、ディアブロを書く作品って、まあ、もちろんね、やり込んでる時期、やり込んでない時期ってあるんだけど、結構ね、やっぱり、思う存分やれたっていう時期って意外となくて、なんていうのかな。まあ、受験だったり、就職だったりとかさ、まあ、いろんな人生のさ、出来事と重なっちゃってたんで、意外とね、遊べてなかったっていう気持ちが強かったんですよね。まあ、ワンもやっぱり、大学受験のためにさ、やっぱり途中で離れていくし、で、ツーはツーで、まあ、私はちょっと研究者志望だったんで、まあ、自分の学問やるためには、ちょっとゲームから離れなきゃなっていう感じでさ、まあ、そうは言ってもね、結構やってたとは思うんだけど、まあ、どこか封印してたというかさ、まあ、ディアブロのいいとこでもあり、悪いとこでもあるのはさ、まあ、際限なく続けられてしまう中毒性っていうとこがあるから、だからやっぱり自分の心の中でどこか距離を取らないと、ディアブロとは、健全な付き合い方ができないとこあったんで、まあ、それはどのゲームでもそうだとは思うんですが、ディアブロの場合は、まあ、熱中度が、麻薬並みなので、それだけにやっぱりすごく距離を取って、出た時期って意識的に距離を取らなきゃいけなかった時期っていうのが結構多かったんですよね。だからなんかいつかディアブロをもっと、思う存分できたらなっていう気持ちがあったんで、まあ、それを一つ実現するっていう意味でこのチャンネルをねやったっていうのは良かったのかなと思ってますけどね。まあなんだろう、今までのディアブロができなかった思いっていうのは、まあ、十分このまあここ2年ぐらいねこのチャンネル、真面目に更新してますけど、まあ、その中で、うん、満たされた部分なのかなと思うので、まあ
とは言っても別に引退しないでオープンベータの方もね楽しく遊んでいこうかなと思ってますけど、まあ楽しみですね、ディアブロ4も。なんか私基本的にあんまりね物欲がないというかさ、お金お金っていう感じじゃなくて、あればまあ生活できるだけのお金あればいいっていうぐらいしかなかったから、あんまり お金を使うことにさ、興味がなかったんだけど、まあ今回そうですね、ディアブロ4に向けて、まあプレステ、まあ特にディアブロ4のね、まあ本体の購入を済ましてしまったんで、まあプレステ4と、あと、あれですね、PC の方を新調しようと思ってて、まあ、一応今私の計画だと、まあ合わせて、まあもろもろ更新、まあ他の機材とかも含めて60万ぐらい、来月4月には使おうかなと思ってますので、まあね、なので、まあ、結局ディアブロチャンネルで得たものはディアブロチャンネルの中で、まあ使わせていただくのが一番だなと思ってるので、まあ、まあ1年分のディアブロ貯金を全部、解体して全部ね購入の方に当ててみたんですけど、まあねその分なんだろう、新しい、視聴者さんとの出会いも増えるかなと思う。そこは楽しみにしていきたいところかなと思いますね。まあディアブロイモータルも結構こう時間帯指定というかさ、まあそこがきつい部分だったりもするので、まあどの程度こう、まあソロ勢にも優しい作りになってるかなっていうところはあるけど、まあ、MMOAO っぽさをね、どこら辺まで入れるかっていうところだと思うんですけど、あんまり、ソロがきついゲームじゃない方がいいなと思ってますね。まあ、マルチって結局、マルチにインセンティブがないと誰もマルチやんないからさ。まあ、そこは難しいところだけど、なんか、もともとがやっぱり、ソロでさ、奥深いダンジョンの、潜っていくみたいなゲーム性だったんで、なんかね協力することで有利には進められるけど、特に経験値バフとか確か初代なかったはずなんで、まあ、そういうゲーム性でも十分なんだけどね、あんまりこうマルチ重視点化って、なんか幸せになれてない人とかさ、あとまあ、多いんで、だから、ま、ソロメインのゲームで会ってくれて全然いいんだよと私は思っちゃうんだけど、ね、まあ難しいからね、結局時間帯合わせるとかもさ、まあ社会人が多くなってくるとさ、なかなか各職種によって休みもバラバラだし、勤務形態もバラバラだったりするんで、難しいところがあるんだよね。まあ、ソロでも遊べて、まあ、ソロでもあんまり変わらないけど、マルチも楽しめるよぐらいの感じにしといてくれた方がいいかなと思います。まあ、ボスの時間帯指定とか、それはな、ちょっと嫌だなっていう部分ありますけど。まあ、そこも、実際の実装版はどうなるかわかんないからね。まあ、そこら辺も含めて、まあ、先行ベータ、楽しんでいけたらいいかなと思ってます。まあね、ディアブロ4発売ということでね。まあ、6月6日に間に合うかどうかは、もうそもそもあるけど、まあ、この分だと間に合ってくるんじゃない、間に合わせてくるんじゃないかなと思いますが、まあ、いずれにしろ楽しみはしたいなと思ってます、ね。まあ、四半世紀やってきたゲームっていうところでね、まあ、結構思い出は強いんですが、まあ、
そうね、やっぱりこのチャンネルとしてはやっぱりあれですね、まあ一人でも多くの方にディアブロ4、そしてディアブロ作品そのもののなんていうか魅力が伝わって、で、なんか、あ、ちょっとこれ面白そうだね、やってみようみたいな方が一人でも増えたらいいかなと思って活動してますので、まあね、今後も気楽に動画を上げつつやっていけたらいいかなと思ってますね。うん。まあやっぱなんだろうな、完全趣味のチャンネルだからこそ楽しい部分っていうのはすごくあって、うん、まあ、私もともと結構固いチャンネルなんですよね。もともと、まあ、受験のチャンネルとか哲学のチャンネルをやってるので、なのでなんだろうな、その中でやっぱり唯一、うん、自分が YouTuber としてやってこなかった、まあ、その領域で伸ばしたことがなかった領域っていうのがゲームチャンネルっていう領域で、まあ、一番難しいと私思ってるんですよね、 YouTube の中で、まあ登録者を伸ばすのも当然ですが、再生数を稼ぐ、安定的に稼ぐことも難しい領域っていうのが、ゲームチャンネルだと思ってて、まあそこに挑むにあたって、まあ多分おそらく私他のゲームやっても、まあ今のような、規模のチャンネルにはならなかったと思うので、やっぱ好きなゲームじゃなきゃ続かないっていうところはあると思うんですよね。てかまあゲームが好きなのかディアブロが好きなのかっていう、まあそもそもの問題もありますけどね。まあ楽しくやっていけたらいいかなと思ってます。はい、これなんだっけ、ブロンズ4で解放されるのかな、これ。あ、やばい。こう持つことかね。はい、じゃあ今回はね、ここら辺で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。哲学とでした。